さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。三。港と離れたカカシたちは一路、目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後、ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた、ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが！それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。リン！この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。一人で大した度胸だ。しかし度胸があったとしても道理のならないものがある。今のお前がまさにそうだ。せや！合格！お前の命はここで終わる。残念だが、まだ腕が震え上がる。恐怖は自分のワードだ。乗り越えろオビト。もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星が、やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様のために本気を出していると意外と粘る。どうやらお前を過小評価していたようだな。捕まえろ！
ほう。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだよ。ちょっと油断しただけだ。とはいえ、こいつら本当にただのガキじゃないな。よし、行くぞ。死なぬ。ここは俺が死ぬ。甘いよ。はい。やっぱ手ごわいな。カカシ、大丈夫だ、この程度。オビト、じゃあな。カカシ、死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。ああ、どこか
前より相手の動きが見える。シャリンガの力。ガキだ。死ぬぞ。なんなんだこいつ。先ほどは全然違うじゃねえか。して帰れると思うなよ。今お前らがいるのは俺の手の中だぜ。目障りなんだよガキども。助けに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン、岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビタ！くそ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたら、こんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼント
ってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な町人だ。それが俺の気持ちだ。受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。リンを連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でもいいから行け。リン、ドトン、熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのにな。リンには結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。リンを頼むぜ。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。あー、俺は死んだのか。ここは気がついたみたいだね。先生、どうして？この区内の術式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は？俺が全員倒したよ。リンは、リンはどこなんです？間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部リンから聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、
他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。Thank you.